ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、裸のランチ。監督は、デビッド・クローネンバーグ。1992年の作品です。ニューヨークで害虫駆除の仕事をしている、ビル・リーは、殺虫剤として使われている粉末による麻薬的効果に毒され、現実と幻覚の曖昧な世界に囚われています。同様の中毒に侵されている妻のジェーンの頭を、ウィリアム・テルゴッコと称して撃ち抜いてしまったビルは、インターゾーンと呼ばれる外国へ逃走しますが、果たして、というお話です。出演は、ピーター・ウェラー、ジュディ・デイビス、ロイ・シャイザーほか、映像化不可能と言われた同名原作を、クローネンバーグの新解釈で、より説明不能の気持ち悪い世界に再現。百聞は一見にしかず、まあとにかく見てくださいの、傑作です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。